これはまたハード化されてますね。このまさに中心市街地の真ん中ですか。ここが中心市街地のど真ん中だそうです。ちょっとここは車が結構通ってるんで、他の町と比べて、他の町は多分この辺りは車止めてる可能性がありますが、お昼12時ちょうどぐらいです、先ほどのショッピングセンターの前ですね、雨が降ってたんですけど、ようやく上がりまして、まあそこそこね、昨日ちょっとノッティンガムを見てしまったので、ノッティンガムと比較になりませんけども、そこそこの人がですね、集まってます。結構人いますね、そこそこ、はい、雨の日にしては十分すぎるほど、おばあさんですね、結構年寄ります。ショップモビリティです。こちらからずっと、駐車場に入ってきました。駐車場の先に、ショップモビリティのですね、貸し出し場があります。ちょっと行ってみます。おばあちゃん借りるんですかね。また雨降ってきました。あ、ここですね、こちらになります。これ当然無料ですね、先生。無料ですね。登録すれば無料だそうです。 あそこに井戸端会議場もあるの。中にあと4台ぐらいしかないですから、結構待ってるのかもしれないな。あれ中にいっぱいいるんですよね。ちょっと中多分10人ぐらいいるんじゃないかなと思います。あ、中にも、はい、中にもこうやってありますね。こちら戻ってきました。これですか。送ってくれるんですか。あ、家までですか。うわ、ごめんなさい。ちょうどいいタイミング。家まで運んでくれそうです。もう一台来ましたね。リング&ライド、自宅も、あ、これは自宅から来られたんですね。あ、3台目です。3台結構いっぱいいます。新商社のとこから戻ってきましたけど、結構人が増えたような気がします。12時半ぐらいですかね。クリーンサービスですね。結構な人ですね。ちょっと見にくいですけど、ずっと奥の方が多分近代的なショッピングセンターだと思いますが、結構こんな感じです。人口25万ぐらいの町ですね。雨が降ったり止んだりの天気ですが、こんな感じです。今12時半ぐらいですかね、そうですね。Thank you.